さあ、今月はどのようなアーティストが待ち受けているのでしょう。非常に楽しみです。どうも、ナオです。ワイフと先日ファーストアルバムを、出させていただいたジンです。カンナオシュンです。はい、ということでやってまいりました。今回は、はい、アカペラカラオケ3人で、はい、まあ、3曲歌わせていただいて、はい、はその合計でが一番低かった人、はい、高橋くんの特製罰ゲームドリンクを飲んでいただきたいと思います。最悪です。俺めっちゃフリじゃない？なんですか？俺フリじゃない？まあ、たまにはね、なちゃんはね、ボーナスラウンドも必要かなっていう。ビーナスラウンドは、うん、ってことで、はい、早速歌っていきましょうか。まあまあまあ、普通に、ね、まあ、これあれですか、順番に1曲ずつ歌って回す感じですか？うん、そうそうそう。なるほど。いや、これあれなんじゃないですか、やっぱアーティストから行った方がいいんじゃないですか、ジン君が。じゃあアーティストから行ってみよう。行ってみよう。やっぱこんな一般人と比べ物ならぬ歌唱力。じゃあ1曲目、はい、何ですか？おお、これ EXILE のねあなたへっていう、結構ね高校の時の曲ですねえ、あ、やべ、始まっとるじゃん。始まってるって。冬はどんな季節だろう。恥ずかしいなこれ。あの街はどんな風に見えるのだろう。今もずっと胸に残るあの雪景色、響けリンドーチャイ夜空へ、あの日に恋に落ちてこの心はあなた。なんで全部違うんですけど。待っていた。あれ？あれ？今年の冬はどんな気マジ知ってるよんだろう。あの街はどんな風に見えるのだろう。ありがとう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。え、これ結構むずいよ。いや、しっとり。これはむずいよ。ジン80。はい、はい、ということでね、次しゅんちゃんということで、はい、歌っていただきましょう。うん、ヒゲダンのアポトーシス。はー、しゃあ、頑張れよ。訪れるべき時が来た。もしその時は悲しばらいでなあり、こんな話をそろそろしなくちゃならないほど素敵になったね。さよならはいつしか確実に近づく、私たちと同じ世界を同じように生きたの。今宵も鐘が鳴る方角はお祭り、なるべく遠くへ行こうと私たちは焦る。似た者同士の街の中、からアポ同士の腕で今ためらい一つもなくあなたを抱き寄せる。愛しそびれないようにそう言い聞かすように。あ、どこなんそれは。どこなん
拍手喝采よ。あキンコンカンコンキンコンカンコンキンコンカン79点。さあ皆さんお待ちかね、よしフロアアーティストの出番ですよ。今回は何を行かれるんですか。夏のちょっと涼しい夜に二人でこう、ね、花火を、線香花火をした時の気持ち、そんな思いをみんなにも伝えようと思って書きました。なあなあぬるい風が頬を撫でるように、ふわり触れたての汗だ無用は離れたとこって見つめていたい。はたらけた浴衣姿が光の綺麗に映り込む。夏の終わりや色に染まりやまない日暮らし、紛れて声を枯らし、名前を呼んでもあなたは気づかないのでしょ。花火が打ち上がるまで二人さみ求め合い、実らない果実の種が心の隅っこで芽生えてる。ありがとうございました。最初のさ入り完璧に入ったのやばかったね。ちょっとね、A メロの、一番 A メロのさ、入りがさ、完璧に入っとったやん。マジちょっと天才かと思ったよね、これ。なんで？え？なんで？なんかね、採点ってむずいな。採点って、もう仲良くできませんもん。77点イエイ。なんで俺が一番上の？まさかの大番狂わせ、ジンが暫定1位、銀の2曲目。EXILE の、はい、響きって曲、このままどこか遠く消え去りたいと思っても捨てきれずに明日を生きるわわわもう夢もわからないまま、きっと素敵なことがあるも足りてないね、うん、お前ありがとう。あの息の続かなさが可愛すぎる。えおぉ銀76点。次はニューちゃん何歌うんですか。そうだね、次はシトラス。熱を待っていく路地裏の香りが昨日待っての僕忘れさせたんだ。酸いも甘いも捨て平凡に埋もれてもここにある幸福は何にも変えがたい。指差し笑われたとして
極める道痩せることなく右か左迷ったならまっすぐに飛べ離さないって決めたから守りたいって言ったのさ本物の強さだけ見つけたくて今未練なんかこれっぽっちもない無作為に伸びてる雑草も自由を掴んでそれぞれの未来が咲き誇る君といればいやいやよかったっすよちょっといや良かったっすよかなりあリズムいいっすよ76点はい、6点ということで、ナジャのターン。はい、魔法銃でいきたいと思います。くだらないことで笑って何気ない会話で泣いて一つ一つの出来事に絞りを挟んで忘れないよりなくさないよりアラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ魔法は使えないけどお金もないし力もないし地位も名誉もないけど君のことをジーニーのように魔法のランプから出て笑わせるよ魔法は使えないけどお金もないし力もないし地位も名誉も何もないだけど君を守りたいんだむずすぎむずいねえ、めっちゃむずかったんだけどむずいねやり直していいですか皆さんめっちゃむずかったよちょっと60点台じゃないこれいやいやいやそれは、ね、70はある絶対歌い切っただけで70点あるおお強い急に強かったなんでだ皆さん85点です急だな一緒かななんなんそれ急に、花束の代わりにメロディーキャッスルでエプリナイ君を思ってばっかりでどうにかなりそうなんだ今時を止めるのさ僕にしかできないことがある花束の代わりにメロディーを抱きしめる代わりにこの声をいつも遠くから君を見ていたでも今日は僕を見つめてありがとうありがとうございます。これ良かったんじゃない？結構。うん、え、ここまでっす？これ良かったんじゃない？これ良かったんじゃない？ここまでっすか？うん。おい。おい。これ高いと思った。83点ってこと？83点。最高得点96点のこのサンタマリア。おお。マジっすよ。やばないっすか？手のひらを二つ重ねた間。一枚のガラスで隔てられていた開いた目とその目を繋いでいたあなたは少し笑ったあーサンタマリア何も言わないさ惑うだけの言葉で満たすくらいなようやくあなたに会えたのだから一緒に行こうあの
光の方へ手をつなごう意味なんかなくたってサンタマリア闇を背負いながら一緒に行こうあの光の方へ。はい、イエーイ。の負け。いや、これ良かったでしょ。悔しい悔しい。俺や80点ということで、じゃあ最後は面白くいこうか。おわ、可能性を残してくれる可能性あのスマップさんのね、ライオンハートということで全然残さんやん。君はいつも僕の薬箱さ、どんな風に僕を癒してくれる。笑うそばからほらその笑顔、泣いたらやっぱりね涙するんだね。ありきたりな恋どうかしてるから、君を守るため、そのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさ、そばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸ライオンハート。見せかけの恋に嘘を重ねた過去、失ったものはみんなみんな埋めてあげる。この僕に愛を教えてくれたぬくもり、君を守るため、そのために生まれてきたんだ。呆れるほどにそうさ、そばにいてあげる。眠った横顔震えるこの胸ライオンハート。ありがとうございました。優勝ありがとうございます。これね、意外と言ってなかったりするんよ。これ優勝、これはもうこれ優勝よね。もう意外とこの1曲でもう優勝じゃん。87点。87点です。結果発表、僕が239点、よっしゃ、直樹が249点、あーよっしゃ、で、チュンちゃんが250点、235点です最下位、しゅんちゃんです。グラスはこれだ。どうしたんでしょうか。はい、これでいこう。はい、罰ゲームドリンクということです。まず罰ゲームになるシュートはこれだ。トマトと玉ねぎのスープ。おお、これがシュになるんよね。はいはい、体にいいだろ。おー、これがシュートになる。これがシュートになる。え、多分これアンパン。うわ、アンパン、アンパンいいで、次、これだ。体にいいやつだ。それ体にいいやつや。ああ、これが体にいい。これシュートになるやつ。これがシュートになる。これシュートになる。もうさ、酸とヨーグルトやん、もうこれ。うわー、おかしいだろ、これで。もうなんか、そしてさらにここに元気をプラスするんだ。おー、これだ。いいね。これが一番の組み合わせ。組み合わせとしては組み合わせとしては完璧な罰ゲームドリンクである、うん、それがシュートになる。これがシュートになる。よし、これだ。これあの、ステアはステアはなし、このまんま比重の違いを楽しみながら飲むっていう。次、あの、3層に分かれたのを楽しみながら。じゃあ、いただきます。ありがとうございます、オーナー。はい、これが一番体にいいから。それはね、吐かないよ。飲めるとはもう美味しくはないかもしれんけど、頑張って。おお、さすが。うぃ、これで元気です。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。